レディーパーツ、それがバンドの名前。ハシシへのアンセムと不機嫌なガールパワーが雑然と混ざり合ってる。これが私。どこのアダマスカスカ女？音が薄っぺらいのわかんない。そんなにひどかった？世界が私たちのノリに追いついてきたかも。レディーパーツ、ネットデビュー。レディーパーツと演奏してから私は変わった。羽が生えたようで強気になった。私の歌詞にケチつけんの？つまりほら、うんじゃなくてイエーイみたいな。僕も私の歌詞はそんな抑えて。